早速スタッフは所さんに言われるがまま松本へ。そこで待っていたのは、こんにちは。こんにちは。山崎賢人、今大注目の若手イケメン俳優だ。今年の出演作だけを見てもドラマデスノートの L 役や青春ラブコメ映画ヒロイン失格などヒット作ばかりで、その人気ぶりがうかがえる。そしてこの時も本日のゲスト土屋太鳳をはじめとする共演者たちと映画オレンジロケのため舞台である松本に長期滞在中。足はその話題で持ちきりだった。そんなご多忙中、どうしても笑ってこらえてのディレクターをやりたいということらしい。まあ初めてですけど頑張ります。一般の方やりたいという割には若干不安そうだ。マイクを握っちゃったらリポートしなきゃいけないの旅スタート。とりあえず気合は十分の山崎ディレクターがやってきたのは松本駅にほど近い繁華街。そして通り沿いの2階に店を構える居酒屋タオさんの協力を得て店内からモニタリングする。ちなみに共演の土屋タオさん、タオちゃん名前一緒じゃないですか。そうなんです。それを話してたんですよ、松本に来て他のメンバーと歩いてる時に、タオちゃんで今実はスタジオに、え、見てますか。スタジオにいるんですか。はい。タオちゃんやってるよ。頑張れ、結局タオで